いわゆる共謀罪法の成立をめぐって街の人の反応です。もうちょっと議論した方がいいかなって思いますね。時間がちょっと足りないような気がしまして、テロということがね、やっぱ前提になると思いますので、何もしないというのは良くないかもしれませんけども、まあ、決め方に今問題があるのかなという気がしますね。そういうのも必要な場合もあると思うんで、まあ、運用の仕方だと思います。法務大臣がちゃんと説明できないんじゃないですか。そんな法律ってありますか。普通に犯罪を犯しなければ大丈夫かなというところはあるので、まあ、あんまり心配はないのかなというふうに思います。